すっげえかっこいい。俺も一度でいいからそういうの着てみたいな。バーカ、これは職場の制服みたいなもんだ。これを着るからには遊びじゃ済まされねえよな。あいつですよ、トモさん。86か。あいつを思い出させる。正直気乗りしないバトルだったんだが、面白くなってきたぜ。お前が最近噂になっている走り屋か。見た感じなかなかやるようだ。だがな、こっちにも対面ってやつがあるからな。勝てるレースを絶対に落とさないことはプロの鉄則だ。プロとアマの間にどれぐらいの差があるのかを教えてやるよ。久しぶりのストリートバトルだ。楽しめるバトルになればいいんだがな。レースボックだ。そんなに長くは付き合えないぜ。こっちにもプロとしての対面ってやつがあるからな。早いことは早いが、それだけだな。裏切るようならさっさとぶち抜いてやる。バンピーな路面に吹っ飛ばされてもきちんとコントロールはできてるってわけか。ちょっと本気を出せばいつでも抜けるんだ。障害だな。ここまで食らいついてくるとは。本気で行かせてもらうぜ。わからない。こんなバトルに何の意味があるってんだ。なかなかいい走りをしているが、2年前の俺でもその程度はできてたぜ。勝てるレースを落とさないことは俺たちプロの鉄則だ。まだ抜ける気でいるのか。状況が理解できていないようだな。勝つには勝ったが、こんな僅差の勝負になっちまうとはな。あと少し気を抜かずに仕事をさせてもらう。狭いこのセクションに入ってしまえばもう追い抜きのポイントはないんだ。俺の勝ちだ。そんな、トモさんが負けるなんて信じられねえよ。もしかして今目の前でとんでもないことが起きたんじゃないのか。
まさか俺が尼にしてやられるなんてな。負けはしたが今はすがすがしい気分だ。プロとして立ち戻るべき原点を思い出させてくれるようなバトルだったよ。それじゃあな。